はい、ファンキーサルです。今日ダイソー行ったらね、あったね、これね、前回家にあったやつでやったけど、これね、もうこれしかない。しかもね、カラビナフック付き、しかもこれね、 G ストーブよく似た感じやね。嬉しいよね、こういうのって。ちょっと嬉しい。これ先にね、100均ミーツに売ってたの、黒でね。あ、これいいやと思って黒買おうと思ったけど、ただツヤツヤなんだよね、これね。で、これね、これキャンドゥかなんかだ、これも買った。このサイズに入ってくれるとすごい嬉しかったんだけど、入らなかった。ついでにね、これもね買ったの、袋。これもダイソーにあったやつね。だけどね、この三つ折りテーブルね、入れたらね、取れんくなっちゃった、取れんくなっちゃった、取れんくなっちゃった。一体ね、何がしたいんだって。これね、リュックの中にね、全部入れたいわけよ。これね、バックパックじゃないよ、リュックだよ、リュック。これはね、入らないね。まあいいや。で、これもね、これも、これ椅子だ、椅子。これも入らないね。入った。こうやってね、このリュック一つでね、行ってみたいなと思ってます。こんなん出てきたね、これ。これ小学校の時、あの母ちゃんに無理やり GI の水筒買ってくれって言ってね、エヴァニュー、古いよ。小学校の時みんな GI の水筒、 GI の水筒って言ってみんな買ってたね。で、今はね、これもまた古いよ。まあ見てはわかると思うけどね。これもエヴァニューの。さっきの水筒で、こっちキャンティーンだね。これコップもついてんだけどね。これコップついてるけどさ、五徳がないのよ。ごとくないからさ、このキャプテンスタックのやつか、まあこれ S ビットのバッタモンだけど、でもね、乗らねえんだよ、これ乗らねえ、できねえんだよ、これ乗らねえんだよ、これ乗らねえ。このでかい方のね、キャプテンタックの、ここまでして、ここまでしてやっと
乗る。あんまり意味ないねこれ。ここに固形燃料入れて、なんかこれ作っとる間に固形燃料なくなりそうだけどね。このね、古臭いリュックと、これね、テント。これね、タープ。これ。つらくなっちゃった。寝袋。みんなめさい。このテントもね、めっちゃ古いのよ。古くてもまあ価値はないね。ヴィンテージじゃない、古い。でもカビも生えずにね、結構持ってました。これね、よく今ね、アマゾンでね、激安テント2000円前後で出てるやつがあるんだけど、あれ一人用なんだよね。これね、今出せれないけど、4人用なんだよね。激安テントだったと思う。昔のね、キャンベル、上州屋キャンベルで安売りの時に買ったね。980円ぐらいだったよ。これも4人用ででかいのよ。今販売されとんのは一人用かな。安いね、雨漏りもダラ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 するような。これはまだそこまでいかないね。丈夫いんだよね。動画撮ってたらね、娘に言われたね。お父ちゃん戦争行くの？Sailor in.